トリップはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールリング級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・トリップ大員にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。トリップは1910年4月12日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1910年12月20日にジョン・エス・ハイド夫人によって命名、浸水し、1911年3月23日に ボストン海軍交渉で艦長フランク・ディー・バーリエン単位の指揮下収益した。収益後トリップは大西洋水雷艦隊の一部隊として東海岸に配属された駆逐艦と潜水艦からなる艦隊に加わった。続く3年間、トリップは東海岸沿いに定期的な任務に従事した。1911年、トリップは公みを完了しニューポート沖。 ボストン及びバージニア岬での演習に参加した。南方海域への初の航海は1912年に行われた。1月3日にニューポートを出港し、11日後にグアンタナモ湾に停泊する。その後3ヶ月間、グアンタナモ湾及びメキシコ湾で訓練を行い、4月に北方に期間21日にボストン港に入港した。 修理の後トリップは北東沿岸での訓練活動を再開した。1913年1月2日に南方に向けて出港3ヶ月間に及ぶ戦術演習及び砲撃訓練をグアンタナモアン、グアカナヤボアンで行った。4月14日にボストンに帰還、その年の残りをボストン及びノーフォーク沖での作戦活動に費やした。1914年も 前年同様にカリブ海での戦闘訓練を行い、これは3月末まで継続した。しかしながら4月に入るとタンピコ事件が発生し、トリップはメキシコ沖に展開した。アメリカ軍の水兵及び海兵隊員が21日にベラクルスに上陸、税関を占拠した。トリップはタンピコ沖に22日に到着、1週間にわたってその一帯をパトロールし、 敵の武器が陸揚げされるのを防いだ。5月1日にベラクルスに向けて出港し、同地でトリップは偵察及び近辺で活動する、戦艦、巡洋艦の支援を行った。月末にはメキシコ水域を離れ、31日にボストン港に入港した。拡張オーバーホールが完了するとトリップは8月中旬から9月にかけて、 ボストン海域で大焼け身及び訓練を行った。9月30日にニューポートに入港1週間の作戦活動に従事し10月中旬にハンプトンローズに向けて出港同海域及びリンヘブン湾で1ヶ月に及ぶ演習に参加しその後ボストンに帰還した。十二月から九百十五年一月の第三週までボストン海域で 活動、1月26日に、グアンタナモ湾に到着しカリブ海での冬季訓練を再開した。3月末に再び北に向かい、4月6日に、ボストンに到着する。北東沿岸で、通常の艦隊行動に従事した後、10月23日に、ボストンに帰還した。およそ2ヶ月後の12月13日に、トリップは新たに創設された第二予備役小艦隊に、加わる。 1916年1月5日、縮小人員活動駆逐艦に指定され、27日にボストン海軍交渉で通常状態に置かれる。しかしながら、戦争の脅威はトリップの予備役を短期間のものとした。1916年7月25日、ボストンにおいて艦長ロイ・ピー・エミリッチ注意の指揮下再び完全状態で収益する。続く8ヶ月間、 トリップは沿岸での訓練に従事し、アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦に備えた。1917年4月6日にアメリカ合衆国は対独戦線復刻を行う。トリップは5月上旬まで訓練を続け、その後ボストンに帰還、海外派遣の準備を行う。1917年5月21日、トリップはボストンを出港。 イギリスに向かった。ニューファンドランド島のセントジョンズ訪問後、アイルランド南部のクイーンズタウンに到着、戦時におけるアメリカ海軍の主要な駆逐艦基地に入港した。燃料補給のため同地に泊まり、補修を行った後6月5日に出港、初の偵察巡航を行う。トリップはクイーンズタウンを拠点として連合国の船団を護衛し、アメリカからフランスやイギリスに向かう。 航海の最終工程を担当した。トリップの活動海域は、ドイツ軍が1915年2月5日に設定した、イギリス諸島周辺における、高戦地帯と同一であり、高見艦隊の U ボートの最盛期のり場でもあった。戦団護衛に従事していなかった時、トリップはクイーンズタウン周辺をパトロールし、可能な限り的潜水艦を探知、破壊した。トリップの確認された。 ユーボートとの戦闘は一度きりであった。1917年9月18日、トリップはジェイコブ・ジョーンズと共にブレスト西方350マイルの海域を航行していた。2時直後に平行に逆走する潜水艦の潜望鏡を発見する。トリップは爆雷を投下したが、目に見える戦果を上げることはできず、東方に向かう戦団と共に航行を続けた。 その夜は別の戦いから海とのマイナスを行う。激しい嵐に遭遇し、右玄の銃座を損傷する。トリップは戦団護衛任務を達成。フランスのキブロン湾に入港し応急修理を行い、その後厳しい任務を再開した。1918年、トリップは姉妹艦と共にゆっくりと敵を打ち破った。小戦団は兵員と補給物資をフランスに運び、 連合軍陸軍は確実に増強された。1918年の秋までに連合軍は同盟側に対して圧倒的な優勢を確立した。休戦協定が結ばれた11月11日、トリップはクイーンズタウンにあった。1ヶ月後、トリップはアイルランドを離れ、アゾレス諸島及びバミューダ諸島で燃料を補給、1919年1月3日に、 ボストンに帰還した。東海岸沿いでの半年に及ぶ作戦活動の後、7月23日にフィラデルフィア海軍交渉に入居、不活性化前のオーバーホールが行われた。1919年11月6日にトリップは退役し、フィラデルフィアで予備役に置かれた。トリップは5年間予備役に置かれた。1924年までに禁酒法のため、 酒の密輸入が横行することとなる。沿岸警備隊の規模の小さな艦隊では酒の密輸を止めるという任務に応えることができなかった。カルビン・クーリッシ大統領は海軍の予備役駆逐艦のうち20隻を持って沿岸警備隊を増強するという提案を行った。議会は1924年4月2日に必要な予算を認可した。 沿岸警備隊員と海軍交渉の作業員たちは、トリップの船体をオーバーホールし、爆雷発射機及び魚雷発射艦4連装機銃1機を撤去した。1924年6月7日、トリップは財務省に移管され、6月24日に CG-20 として、ジョン・ H ・コーネル沿岸警備隊象者の指揮下、収益した。その後4年間、 ダムパトロールの一席としてニューロンドン沖の北東沿岸で活動した。トリップは1929年1月5日にニューロンドンで限定収益状態に置かれる。その年の10月ニューヨーク州ステープルトンに移動した。1930年1月から3月までニューヨーク海軍交渉でオーバーホールを行う。フロリダ州セントピーターズバーグ沖で1ヶ月間の 法術演習を行い、4月23日に、ステープルトンに帰還、沿岸での活動を再開した。12月18日、トリップはステープルトンを出港、フィラデルフィア海軍交渉に向かう。沿岸警備隊は1931年4月15日に、フィラデルフィアでトリップを退役させ、5月2日に、海軍に返却した。トリップは1934年までフィラデルフィアで、 予備役状態に置かれた後、スクラップとして廃棄された。1934年7月5日に除籍され、8月22日にブルックリンのマイケルフリン社に売却された。ありがとうございます。